さてと、入っていいの？あ、普通に通れちゃった。いいんすか通って。あ！構えてるね。もう、来るの分かってたんですか僕が。お、チエス有田さん。ぶっ壊してもぶっ壊す、ぶっ壊してもぶっ壊しても、手を緩めなくて嫌われる。グズマ様がここにいるぜ。よく分からねえが、新しいよな。わざわざぶっ飛ばされるために俺様の前に来るなんてよ。ヤングースどこですか？ヤングース？ああ、また頼まれごとか。キューで、そんなことのためにわざわざ乗り込んできたのか。大事なのはてめえのポケモンだけでいいんじゃないのか？お前もぶっ壊してやる。機械壊れたらどうする？とりあえずぶっ叩くよな。少なくとも俺はそうする。俺はフーフーします。まあ大体はな、大体、え、大抵はよ、跡形もなく壊れちまうけどな。お前直してやれ。うわぁ、待っていいだ。あっしゃっし。ちょっと無駄に表情筋を動かしやす。さあ、クズマ戦、グズマ戦だ。このグズマを倒せば、なんか好かれる。うぃー、むしゃー。むしゃむしゃー。やってやるぜ。なんかこの対面、嫌な思い出があるような気がしないでもないんですけども。とりあえず、追番毒？追番大、あ、なになになに？え、出会い頭、出会い頭、出会い頭。なんだそれは。なんだそれは。初めて聞いたぞ。なに出会い頭って。ちょ、ポケモン変えとく？ちょっと怖いわ。サンダとかにしとくか。何出会い頭って。何？何？ティーン、ティーン、ね、猫玉みたいな、そんな感じ？剣の前、剣の前、剣の前。さあ、踊り子、あ、あ、あ、剣、え、マジ？剣の前ってダンスなの？やった、やった、やったぜ。やった。攻撃2段階上がった。え、ノーマル抜群？え、ノーマルが抜群？は？え、どういうこと？ノーマルが抜群？ん？あ、違う、わかる、あ、違う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 、サンダーのタイプになるから、電気になるってことか。そういうことか。そういうことか。ってことは、電気が抜群に効くタイプってことですね。まあ、いいですけど。はい、あ、不意打たれていく。んなもん効かねえよ。お前の不意打ちは大して強くねえ。こっしょら、二段階上昇エアスラッシュ。いや、特殊なんですけど、エアスラッシュ。研磨できたところでなんですか、それは。オッケー。なるほど、なるほど。グレートだね。全然余裕だったのよ。本当にこいつボスなのかよ。弱すぎねえか。グズマー、何やってるんだー。おい、黙ったポケモン、奪ったポケモンをこいつに返せや。どいただけ。あ。キュー。よかったね、ヤングースさん。バイバイ。一人で帰れるのかい？遠いよ、結構。ヒーほう。不機嫌になったぜ。俺みたいだな、不機嫌になる。お前をぶっ壊す！あいつらの力を使ってな！誰の力を使ってぶっ壊すんですか？やだな。無事！さっきから気になってたんですけど。あ？あ、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 失礼するっす、ぼっ！ボスじゃないんすか？マジっすか？まったく何なんすか？プンっすか？お前が何なんだよ。なんで入ってきたんだよ。せっかく座ってただけなのに。これで終わり？え、でも虫 Z もらったんですけど、やったぜ。これ見よがしに置いてあったからなんかあるのかなと思って。いやでも普通にそんな Z があるとは思わなかったですけどね。これで OK なのかな？だからとりあえず戻るだけ戻りますよ。あ。あ。雨濡れちゃってどうしたんですか？あ、あ、おじさん。お久しぶり。こいつなんだろう。キュー！あ、ちょ、返してヤングース。よほど怖かったんだな。おじさんなんかに尻尾振ってよ。誰なんだよ。やめてよ。そんな目で見ないで、私のこと。参ったな。あ、な、あ、ちょ、ま、あ、なんか持ってる？島巡りかよ。スカルダンの、のしちゃうやつ。のしちゃうやつ。お、相手なんかにしない。ほら、ポケモン元気して。あ、ありがとう、ありがとうございます。
やっぱいい人なんですね。そんな見た目してても。人は見た目で判断しちゃいけないね。スカザン連中、なんだか少なくねえかい。まあ、ボスが負けりゃ、逃げ出す奴もいるよな。口なしおじさーん。また賑やかなのが来ちゃってな。キャウー。口なしおじさん。おー、ごめんね。怖かったでしょ。マティありがとう。本当にすごいんだよ。尊敬するよ。へへー。おじさん、腕利きのおまわりさんだよね。おまわりさんなの？マジで？何のためにここにいるんだよ。安いんだよ、家賃が。スカルダンの近くにいるなんて、水強者だからな。スカルダンに傷つけられたポケモンならエーテル財団に預ければいいのに、自分で世話してるからでしょ。ヤングース、エーテルハウスに帰ろう。じゃあね、バイバーイ。あ、バイバーイ。静かに暮らしていいんだかな。変わったおじさんなんですね。あとでエーテルハウスに来てよ。じゃあね、アローラー。仲はいいですね。よくわかんない関係性で。ボールの中のポケモン、街の中のスカルダン、どっちが幸せなんだか。なんか、先にまたなんかいろいろ続いていきそうな感じしますよね。よし、来ました、エーテルハウス。ただいま、ヤングスも帰ってきたよー。キャキャウー。どうしてこう、どういう感じなのこれ。モッティ、ごめん、ちっとも楽しくないよ。何が。だからどういうことなの？リリエちゃん、いなくなっちゃった。え？どこ行ったの？数時間前。あ。なんて人たち。今日は消えないんだね。聞いてた話違うんじゃないか。あの時、この子も絶対絶命のピンチでした。ですから能力を使って私には何もできませんが、能力だけは使わせない。そう決めたんです。ですから、私頑張るのです。よーよー、今もピンチだろう、花畑お嬢さん。いいさ。これ以上あんたから奪えるもんなんてないし。それに、あんたはポケモン泥棒と言っていいのか、わからないところもあるからね。あなたたちについて、ですから、他の皆さんには手を出さないでください。アセロラがいなくなった後、プルメリッティ戻ってきたの。俺トレーナーなのに、トレーナーじゃないリリエに守ってもらったんだ。あ。ちくしょう、遅かったぜ。まさか、この俺が間に合わねえとはな。わあ、リリエ知ってるの？ふん、俺の第六感に関してはどんなことでもお見通しさ。お、何から何までな。もちろん、この怒りはあいつにぶつか、戦ってる場合じゃないと思うんですけど。すいません。ああ、そうか。あ、スカルダンになってる。あ、スカルダンだったっけ。どっちだっけ。もともとスカルダンだったっけ。スカルダンになれたのかな。どうだったか覚えてないんですけど。とりあえず影塗っとく。アクロバットは強い。それは強い。ちゃんとやっぱ変えた方がいいですかね。ピューン、バシュン。不意打ちで落ちない？これ。これ、いいっすよ。これ、影縫いで縫って不意打ちで叩いて落とす。あ、これはいい。あ、これはいいっすね。これはなかなか使えますね。はい。次は、ニューラ！あ、ニューラ一回出てきたね。ニューラ一回出てきたんで、あ、間違えた。ニューラなんで、行きましょう。火炎放射見たいですからね。まだ一回も打ってないんで、火炎放射。さあ、コソドロさん。もう絶対絶命リストラ。ピンチで、あ、オスじゃないですか。やっぱオスですよね。やっぱニューラはオスですよね。オス以外ありえない。火炎放射、ペーン。あ、結構なんか面白いエフェクトですよね。ね、相手がこうドアップで映ってね。これは結構サムネの作りがいがありますよっていう、そういうメタい発言はいいですかね。さあ、ラス1。タイプヌル。まだタイプヌルなんだ。まだタイプヌルなんですね。タイプヌルだったら、どうしようかな。普通に突っ込んでいいかな。いけますかね。よいしょ。一応ノーマルタイプはノーマルタイプなんですよね。タイプヌルってね。ヌルだから。ヌルだったらタイプないが正解なのかなっていう気もしないでもないですけど。ブレイククロー。
さあ、防御が下がっていく。10万馬力、ドゥーン。あ、意外とね、あれ、初めて戦った時タイプ塗ると、結構の、ちょっと嫌だなって感じもしてたんですけど、やっぱこんだけポケモンが育ってくると、大したことないですね。オッケー。タイプ塗るってどこで捕まえられるんだろうな。ちょっとそれ楽しみなんですよね、個人的に。うわー、憎いやつだ。ちくしょう。ありえねえ。ありえねえ。この俺様が、こんな娘ごときに負けるなんて。だが、まあ、これから、俺は、最強のポケモントレーナーになるんだ。そのために、強く生きねばならない。あ、乗船場？あ、はい、行きます。行くぞ。え？何？あいつ反応したけど。仲間だったのかい？やべえ。やばい、この人キモい。キモいよ。ふん。ハオも待つよな。いや、来るよ。勝手に来るよ。あいつは面白いよな。シマキングという偉大な祖父向き合っている。俺にはできないことだ。お？お？そういうこと？はあ、父さん！スカルダンも、ポータウンで好き勝手してるだけなら、どうでもいいんだけどな。姉ちゃん。おじさん、シマキン、そういうことなの。マジで、シマユグリチャンピオンになるための経験ってやるかよ。あ、わかりました。ま、軽くね。いや、まあさ、確かに、Z 持ってたんで、何かしらのイベントは起こるのかなと思ってたんですけど、シマキングさんなんですね、口なすさん。よろしくお願いします。闇が深そうですね。闇ラミ見たく。闇ラミかフェアリー技持ちいましたっけ？ジャレツク覚えてないからな、まだな。ジャレツク覚えたいんですけどね。じゃあ行きますか。影縫いますか。あ、そうか。当倍か。今ちょっと悩んじゃったんですけど。行きますぜー。うわー、全力の Z 技ー。シャキーシャドーアローズストライクバッターアウトー。勝てー。あ、倒せた。やっぱ慣れないな、まだ HP ゲージ。あんだけゆっくり流れると半分ぐらいしか削られねえんじゃねえかみたいな、そういう感覚ありません？ワルビル、行きますか、僕らが睡眠。あ、行っちゃった。僕らが睡眠。行け、頑張れ、睡眠。行け。あ、チンが。あ、チンが立ちましたね。こうやってさ、こう、威嚇っていうエフェクトが入ったじゃないですか。それ、入って隠されてるところの上だけ見るとすごいそういう風に。見えないでーす。あ、おこなのー。残念だが、その攻撃、通らないよ。なぜなら、第7世代だから！うーし。あ、かなり、順調なんじゃないですか。やっぱ、シマキングが一番弱いまであるよね。ペルニアは、もうこのまま普通に突っ走ってもいいんですけど、混乱がちょっと怖いので、一回引いて、シンハライ、レッツゴー。どっちですかね？アローラペルニアかな？多分。アローラペルニア！俺さ、ずーっと言いたかったこと言っていいですか？アローラペルニアってさ、すごい、あ、猫玉。おそ松さんに、似てません。なんか感覚わかりません？雰囲気っていうか、醸し出してるオーラしかり、なんか顔の丸っこさしかり、あ、マジ？使うの？何使うの？悪？ Z 悪？ポーズしてよ、早く。ブラックホールエクリプス。これかっけえ。飲み込まれそう。強そう。やばい。普通に多分吹っ飛びそう、これ。あーれー。あ、残っていく。やっぱペルニアはどこまでもペルニアだったな。やっぱこいつの全盛期は99年が最高だったね。1999年。それ以降こいつの全盛期はなかったみたいな。オウム返し。おー、まあもう、いやでも正直この技でいいんじゃないかなって感じしますけどね。フラフラダンスがまあまだいらないかな感はちょっとありますけど。
オウム返しの方がもっと使えないですからね。くっ、くっ、くっ。にやってされる。参ったな。あいつらの屋敷に乗り込む度胸と強さの持ち主と分かっていたらこれほどとはね。ポケモンもお疲れさん。すごいね。元気にしてくれるんですね。なかなか義理がたい人じゃないですか。持ってきな。よーし。何個目だ?もう数えてないから分からないぞ。タイプ的には多分10個目か11個目かそれぐらいな気がする。よーしェイアクゼット大試練達成ゲットだぜピピカチュー順調順調。いやいやいや、なんか第3の島、もうちょっと続くのかなと思ったら、あはい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 ふふふ少し。なんかあるだろう。まあ、ほどほどにしときな。それと、グラジオのアンちゃん。強くなりたいならスカルタに頼ってどうするよ。はぁ、あ。はぁ、あ。モッティー。楽しいとか言ってられないぜ。あー、強かったリレーは、だからみんな笑顔にするために腹くくったの。何?俺も強くなる。楽しいとか言ってられないみたいな。オータウン違うんでしょ?その頃持っていたんだし。ふん。甘い割には案外鋭いじゃねえか。シャキーン!エーテルパラダイスだ。あ、そうなんすか。エーテルパラダイス行ったことありますよ。そこに行ったら、あ!普通になんか、もう到着しちゃってるし、なんか、なんですかこの黒い船みたいな。スカルダンの船、かっけえな。船普通にかっけえな。エーテルパラダイス。船着き場までぶち来れたのか。だが、不穏な雰囲気だ。お前ら気をつけよう。うん、なんで、エーテルパラダイスなの?さあな。うん。どうするの?探すの?とりあえず、エレベーターに向かうか。とりあえずって言ったよ。この人ノープランだよ。やっぱり中二病だからそういう細かいとこまで考えてないんだよ。あ、戻らないよ。マップがよくわかんないよ。とりあえずどこに行けばいいんだよ。こっちの方に行けばいい。あ、あ、普通に戦うの?え?侵入者発見。え?いや、俺だよ、俺。俺だよ、知り合い、知り合いの俺だよ。おう。俺、トップに会いに来たから。マブダチだから。ちょ、合わせてくれや。エーテル財団職員。やっぱ黒幕だったのか、エーテル財団が。俺違うと思うんだけどな、エーテル財団。アタグトリオだ。違くないんですかね。やっぱ黒幕、なんかこういう財団系は、やっぱりどこかしら悪なんですかね。まあ、確かに、何も自分に利益なしに、こういうことをやるということは、何かそれだけ、あ、リーフレード初リーフブレード普通に打っちゃいましたけど。オッケー。やっぱり何かしらの利益が、というか黒幕が裏で動いていると考えた方がそれでよろしいのかもしれないな。オッケー。ヌメイル。あ、かわいい。ヌメイル。いや、普通にヌメラヌメイルヌメルゴン系はマジでかわいいですよね、本当に。はい、影ぬい、せーの、パシューン、ザク。オッケー。かわいいよな。かわいさだけはピカイチだよな、本当に。どういうことだどういうことだかわいいなぁ、ヌメルゴン。ヌメルゴン今回も作ろうかな。第6世代、とりあえず一番最初に作った第6世代厳選ポケモンは僕ヌメルゴンなんですよ、実は。で、特防がめっちゃ高かったんで、ネムカゴ型で作ったら全然っていう。全然強くなかったみたいな。お、スーパーボール持ってるよ。スーパーボール持ってたよ。ポン、ポン、あ、ワンワン、どうも。ワンワン王さん。ワンワン王さん。名前呼んでやれよ、ちゃんと。ハーデリア。ハーデリア。いやー、いけるでしょ。リフブレ急所でお願いします。はい、ザクザク。あー、耐えていく。吠える。あ。威嚇吠えるってどうなの?シナ、メミキュー!シナジーなさすぎじゃね?もう結構辛いんですけど。どうしようかな。泥棒。泥棒落ちなさそう?落ちる。えい!落ちる、オッケー。そろそろジャレツクくれません。42レベルだし。いい加減欲しいんですけど。ください、ジャレツク。くれない。悲しいなぁ。オッケー。ネオランと、ネオランと、あれだよなぁ。サンダー結局電気技覚えないんだね、これね。そういう。あ、でもまあ、だから目覚めるダンスが、
結果的に炎技、電気技みたいな、そんな感じなんですね。踊り鳥の、踊り鳥の、赤い踊り鳥捕まえたじゃないですか。だから、そういう感じなんだな。やっぱそういうことなんだね。はい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 、はい。じゃそういう頭で行きましょうか。そういう頭で行きましょうかって何なんでしょうね。結構いろんなタイプのポケモン持ってるんで、なかなかちょっとどれで、あ、これなんか乗れたりしない?乗れたりしないよ。こっちにいるよ。あ、普通にまたこの辺もダンジョンなんですね。へぇー。これはまたなかなか、なんかそうですね。2連続だもんね。2連続アジとか。ほぉー。なかなか、この辺はちょっと作業感出てきちゃいますね。どうしてもね。まあまあまあ、だいぶ、ストーリーもこもる?あ、タツベ出てきたもんね。そうか。まあ、この辺は作業感になっちゃうね。どうしてもね。こういう、こう、イベントが、なんかこう、最終盤になってくる直前ぐらいってね。どうしてもこう、サファイ、ルビサファとかも、なんか、海洋画とかグラードンに会って、会うまでは良かったんだけど、そっからがなんかちょっと作業感若干出てきちゃってみたいなところは、まあ大体どのシリーズでもありますからね。しゃあない、しゃあない。ヒューストンパス。まあでもその分トレーナー戦も多いし、経験値も溜まるし、まあ個人的にはいろんな変な話もできるし、ケララッパー、まあ個人的には楽しいかなっていう感じは、しないでもないですよね。その分あれですけどね。A ボタンを押す量はかなり高くなってますよね。うわららららら。ちょ、音聞こえてるこれカチカチ音。僕あのヘッドホンしながら実況してるんで、わかんないんですけど、どれぐらい聞こえてるかっていうのが、すんごい押してる。もう。あ、聞こえてるな、多分。これあれですよ。パルス音じゃないですよ。なんか、マイク録画してる時になんかこう、プツ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 みたいなってあるじゃないですか。結構古いマイクとかになっちゃうと。じゃないですからね。あ、そこにいる。そこにいたけど、僕はアイテムをいっぱい回収していく。これ結構トレーナー周りにもいっぱいいるかもしれないですね。うん。さあ、じゃあとりあえず、こいつ倒したら次のパートに行こうかな、みたいな。あ、動画の長さはね、だいたいね、25分にならないように、慎重に慎重に、録画してるつもりなんだけどね。パラセクト。だいぶポケモンもあれですね。もうほぼほぼ出揃った感じしますね。なんかそう考えるとこう、一番最初の、ああ、こいつ出てくんだ、ああ、こいつ出てくんだもないもんね。最近。時たま ?5 パートに1回ぐらい、初めてのポケモンが出てきて、うわーってなるっていう、それだけなんだよ。それだけなんだよな。ふわライド。ふわライド。はい。あ、でもいいや、全然変えなくてよかったな。まあいいや。ね。そう、なんか、色違いもゲットできちゃったしね。色違いもゲットできちゃったし、パーティーもほぼほぼ固まっちゃったし、なんだろうな、あとこの後の楽しみっていうと。いやー、そろそろあれですか、そろそろ禁電の源泉が近づいてくるみたいな、そういうところも多分あるっちゃあるとは思うんですけど、OK、さあラスイッチ、ビブラーバ、ビブラーバ、ビブラーバ、お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 、ちょっとテンション上がったよ。あれビブラーバ、あれビブラーバの一個前ってなんだっけ、なんだっけ、あれ、あー、ナックラーか。あ、ナックラー出てきてないね。ナックラー出てきてないですね、まだね。初登場ですね、この系統。この系統。やばい、大地強い、大地強い、普通に強い。なんか今回は、フリアーは、今回のフリアーは、どうなんですか?だいぶ優遇されてるんですか?なんかドラゴンタイプ、掃除してガブの、いろいろ食ってるみたいなんですけど、うん、まあいいや、ちょっとその辺の話はまた後々しましょう。ということで次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。今夜夜8時からモッティのミラクル交換生放送ポケモンサン&ムーンやりたいと思います。僕からはミミッキュとメテノとヒドイで、配りますんで、ぜひとも皆さんスナイプしてください。ではまた明日、あったかくして寝ろよー。